スキピーチャンネル、イエーイ、始まりました。今週もスキピーチャンネルです。さて今どこにいるでしょうか。長崎県北部にあります、はい、平戸市に来てます。後ろに平戸橋が見えますね、うん、真っ赤。そうですね、朱塗りのいいですね、はい、素敵な橋が見えています。海も綺麗ですね。はい、とっても綺麗です、はい、そして手前映っているのは平戸ツツジ、綺麗に咲いてますよ。よいしょ。はい、はい、ね、今週1週間どうでしたか、かなちゃん。私はとっても個人的な話をいいよさせてもらうと、はい、普段応援させていただいているグループのある一人の方が今週お誕生日を迎えました。うん、何歳になったんですか。29歳になりました。おお、虫が来た29歳を迎えまして、はい、その日に、ま、ケーキはちょっと食べれなかったんですけど、 DVD を見ながら、うん、その人が大好きなオムライスをお家で食べました。そっか、はい、で29歳になって4月生まれってことですね。はい、そうですね、15日生まれです。もうじゃあほぼ私じゃないですか。はい、私さなちゃん応してます。ありがとう、応援させていただいた大先輩として。あ、じゃあ私の誕生日祝いを。そうですね、一人でやりました。オムライス好きですか。好きでね、ちょっとはい、気を取りまして、はい、今週の中継の振り返りをします、はい、お願いします。よいしょ。あ、違った。あれ違うものが出てきたぞ。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、ちょっとフライングしてしまいましたが、はい、さなちゃんまずは今週どうでしたか。はい、まずは長崎に鉄道発祥の地があるということで、はい、やってきました。やってきましたってか行きました。はい、じゃじゃん。場所は長崎市新地町、はい、長崎みなとメディカルセンターの前にあります。はいはい、こちらですね、1865年に英国人貿易商トーマス・グラバーが、はいはい、イギリス製の蒸気機関車、うんうん、アイアン・リューク号を走らせた場所だそうなんですよ。ただ営業を目的としたものではありません、はいはい、試運転で走らせたそうです。今もあの石碑など残っています、うんうん、長崎にあるなんてびっくりですね。そうですよ。でちょっとこの絵も可愛いでしょ。可愛いです。ちょっとアニメに出てきそうなタイヤ前しかないですけど、後ろはどうやってちょっと運行するのか分からないですけど素敵ないです。はい、かわいい。かなちゃん、私はですね、今週月曜日に最近なかなかお外に出れないで疲れが溜まったりストレス溜まったりしてる方いるかなと思って、リラックスタイムにしてほしいツボ押し体験してきました。とっても楽しかったんですけど、百会というツボを教えてもらったんですが、この耳、両耳を結んだ上の方にてっぺんに持っていきます。で、眉間から後ろに引っ張りますが、交差する線ですね、耳からの横の線と眉間からの上の線が交差するところにある百会というツボなんです。ここをちょっと強めに押して20秒ぐらい押すとストレス解消とか不眠が治ったりするそうなんです。で、お風呂上がり温まった状態で寝る前にやると効果が期待されるそうなので、ぜひ皆さん毎日やってみてください。やります、お願いします。そして最後にスキッピーからちょっとお知らせがあります。さなちゃんお願いします。はい、スキッピー毎週木曜日、原則木曜日ですね、坂を巡りますということで、まあ、皆さんの坂についてのエピソードであったり、まあ、こんな坂あるよ、こんな不思議な坂あるよっていう情報をお待ちしています、うんうん、はい、まあ、ツイッターやメール、はがきアプリなどで待っていますので、うん、お願いします。お願いします。さあ、じゃん、お願いします、はい、私が頑張って書きました、うん、上手。どうでしょうか。ありがとうございます。上手上手。いや、さなちゃんの電車には負けるんですけど、電車には負けるんですけど、はい、さっきツイッターにもあげたんですけど、なかなかお出かけできない方続いてますので、私たちのツイッターのコメント欄におすすめのお写真とかあげてもらえると、みんなで景色楽しんでお花見になるかもしれないので、はい、ぜひ皆さんもあげてみてください。私たちとお花見しましょう。では、さようなら。以上、スキッピーチャンネルでした。